2022年12月の12日、雑談配信です。昨日は、あーゲーム配信をしてました。えー、っと、重装騎兵バルケ。スーパーファミコンの名作ですな、えー。遊んで非常に楽しかった。何ヶ月ぶりに遊んだんだろう、ゲーム機っていう。なんか前に遊んだゲームの記憶は、ゲームウォッチの、あのー、 ゼルダの伝説を配信で遊んだぐらいが記憶な気がしますから、だいぶ長いこと遊んでないななと思います。まあ、その、体調が良ければ、あの、ゲームもね、一週間に一回ぐらいできるといいなと思います。えー、で、昨日の配信で教えてもらった、えっ、ー、と、NHK の教育番組で、今日はドラクエのその公共組曲やりますよっていうので、 ああ、教えてもらってありがとうございます。と思ってね。で、終わった後見まし、終わったって、配信終わった後に、でちょうど9時前後に、えー、テレビつけたら、やってまして。えー、見ましたね。もう杉山光一がいないから、誰が指揮するんだろうと思ったら、なんか、外国の人がね、えー、やってた。有名な指揮者かどうか知らない。僕、カラヤンしか知らないから。あの、<laughs> カラヤンも死んでますけど。 カラーヤンにちょっと顔の系統が似てる、もっと優しそうな人が、その指揮をしてて。それでブロ、ブロッケンじゃなくて、なんだっけ、ブラーリンじゃなくて、ブラームスだ。ブラームスと、ドラクエの交響曲一緒にやるっていうのがね、なんだろう、比較でもすんのかなと思いながらですね、見ました。前半がドラクエ、後半がブラームスか。 で、そんな構成でやってて、ドラクエの曲が4曲ぐらい。えー、オープニングのやつですね。んで、あと何やったんだっけ結構珍しい曲やったんだよね。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、ドラクエ5の戦闘の曲やったんだよ。で、ドラクエ4の、あ、これは定番だなと思ったのが、ドラゴンクエスト4の,あの海の曲、海原を行くですよね。 あれはなんか知らないけど、ゲームでも何回も起用されてるし、何、えー、かあれば、ドラクエの曲で何かあれば、だいたいあれかかるよなぁと思ってるんです。だから、まあ、お気に入りなのかなぁと思ったりとかしますね。ドラクエといえば、ドラクエ本のうなばらを行くみたいなね。そんな感じで。うん、ちょっと、ちょっとやってみますかだから、なん、なんつったらいいかなあの。 だねどうですかんっとこれかえっと今日はバイオリンでいきましょうあどど,どういう曲だったかな 大きいよ音が大きいですよこれくらい音量バランスが大きすぎてこういうのがこうパパッとできるところメンマさんのかっこいいとこだよなえ絵が描けてあ歌が歌えて音楽性もあってね これぐらいで大丈夫全然聞こえてないな。これはこれで聞こえてないのか。はい。だからこれですよ。あれなんでならんのはい。本じゃない、ね、ですよ。<laughs> ピアノ用意したのにうまく弾けねえ。

やってて、ええーまあ、この辺までは普通だななんていうふうに思ったんですけど、その、珍しいなと思ったのは、ドラクエ6の時の子守歌をやって、あと、うんと、フィールドの曲なんかやったんだよね。ドラクエ11のフィールドかなこれやったんかなあ、珍しいと思って。その、時の子守歌というね、ドラクエの、 楽曲っていうのはあんま人気ないんですけど、僕は好きで。あんまでもやってくれないんですよ。そのこコンサートでも時のこもり歌なんて、本当に6の時にしかやってくれなかったんじゃないかなと思うんですけど、あのドラクエができる前から実は杉山光一が作り温めていた曲であって、それでいよいよその曲をドラクエに使おうということになるというバックストーリーもあるんですけど、 あのー、その、杉山孝一渾身の時の子守唄という作品が、その、あんまり面白くないドラゴンクエスト6という、あとみんなにあんまり語られないドラゴンクエスト6というのに相まってね、なんか、ういい曲、僕は好きな曲なんだけど、うなんか、認知度が足りないというかね、むしろドラクエ7の時の方に時の子守唄はあった方が、 その、作品性にもあったんじゃないかなっていうのを思ったりとか、思いを馳せながら聞きましたね。たーパパ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 だから、ドラクエ7でやってれば非常に合ってるなっていうのもあるし、でもドラクエイト以降の世界で、時の子守歌みたいな、 曲調でもちょっと似合わないななんていうのも思いましたし。えー、だからちょっとね、あの、教えてもらってほんとよかったなと思います。なかなか聴けないからもう、公共組曲のドラクエなんて。日本だけが名曲で、日本だけが国家だと思ってるこのドラクエの曲を NHK がやるっていうのがね、まあこれからもやるんだと思うんですよ。ファイナルファンタジーとか。 売れた、モンスターハンターの曲とかもそのうちね、あの、日本初の曲だからって言ってやるかもしれないけど。ほんで最後に、公共組曲ドラゴンクエストで、ドラゴンクエスト11のエンディング曲っていうのをやってくれるっていうんね。ああ、そうですか、やるんですね、なんつってね。ほんで聞いてみたらさ、まあ、ゲームでも遊んで、 でドラゴンクエスト11というのは、すいません、ネタバレして申し訳ないですけど、あの、エンディングが2つある。ね、第1エンディングがあった後に、おまけというか、その、テーマである、過ぎ去りし時を求める方の話が始まった後に、その、ドラゴンクエストの総括として、最初のドラゴンクエストから11までの11作品のメドレーになってるんですよね。それはだから、 エンディングの曲じゃなくてあ、エンディング曲なんだけど、その、ただのメドレーだよなぁと思ってさ、その、これ、指揮をしている人とかさ、その音楽性を評価し、そして、オペラのようにね、こう展開していく音楽という意味では、メドレーではあるけれど、これを、なんだろうね、その、真面目な人なんだろうね、その指揮している人はね、あのー、 オーケストラで、そのゲームでかかったのと同じような感じに、下手な、こう、アレンジとかを入れないで、やってくれるわけだよね。だから、その、古典を大事にするっていうことなんだと思うんだけど、あーと思ってね。じゃあ別に、その、スポティファイで聴いても一緒じゃんっていうか、レコードで聴いても一緒じゃんっていうことにもなるので、その再現性たるや、っていうことでもあるんだろうけど、 いやーなんか、指揮者がいる意味がなかったなと思ったりとかしまして。いや、でも、すごいことなんだなと思って、音楽が愛されるってそういうことだし、うーん、って思って。ただやっぱ選曲がね、意外な曲も選んでたけど、まあ、ドラファイ5の曲なんかはね、毎回毎回やられたりとかするし。やあ、さ、最後の最後でずっこけちゃったなと思いました。 その後、こう、ブラームスをこうね、おとなしく聞いて、解説を聞いてね、過ごしましたとさ。ありがとうございます。あー、その代わりに、あー、しまった。しまった。その代わりに昨日、あれだ、僕が好きなイタリアで放送してる DOC っていうね、ドラマを見そびれたんですけど。 ああ、それだけ失敗したなと思いましたけど。今日やってなかった昨日やってなかったのかなやってなかったのかなサッカーもあるからわからんのですよね。ああ、サッカーねなんかモロッコが勝ったってってね。すげえよね。四強の中にモロッコ入ってきたと思ったりとかして。<laughs> すげえと思ったりとかしてます。ああ、いや、ク狂わせというか、ポルトガルが負けると思わなかったですからね。だから楽しい。今本当ワールドカップの話をですね。 超マニアの人相手に話すんじゃなくて、その、みんなが、みんながというかさ、その、報道に踊らされて日本日本つってた人が今うるさくないので、すごい楽しいですね。み、純粋にサッカーを見て楽しめるっていう。なんだろうね、その、日本国がそ、そこに存在するとバイアスがかかってて楽しく見えないっていうのは、まあ僕のいけないところだなとは思うんですけど、 今、今がサッカー、ブラジル負けるしね。いろんな番狂わせがありながらですよ。楽しい。でもみんな興味ないんだろうなと思ってさ。だからそう思うと僕はやっぱその流行に乗って何かをする人たちとかっていうのが苦手であったりとかいたしますね。だって流行すぎたらダサいっつって見向きもしないんでしょ今大相撲を見向きもしないのと一緒で。 なんかその、誰かが持ち上げてくれたことで、ああ、これが流行ってんだっつって。っで、それが、こう、過剰になってさ、暴動まで起こすっていう、フーリガンの真似事をしたりとかするとこまで、えー、セットで嫌だな、なんていう風に思うので、うんの。物事は流行した方がいいんだけど、なんかその、流行の楽しみ方をが、みんなが下品なことが、僕はちょっと嫌なんだよね。 流行なら何してもいい。ハロウィンなら何してもいいとか。クリスマスならいいとか。大晦日に、その、日本は大晦日に合唱する歌がないからさ。ね、晴れたるは青空を歌うし、歌ったりとかさ。あ,あの、他人の文化をかすめとって、なんか生きてるようなところがあったりする。その辺とかも気に入らないので。はい、ですけど。 まあそんなブームを作ったドラクエなんかもね、その誰も持ち上げなければ、今ちょうど新作も特に、あの噂がないというか、新作発表はされたけども一切情報が出てこないであるとか、あね、そのドラクエのスピンオフのイレブンの主役の横ょにいたカミーユーだっけカミーユーだっけカミーユーだっけ 青い髪の男の子の盗賊物語のゲーム出るみたいなことがあるんだけど、別に誰も噂してないっていうさ。ドラクエ本数字の新作か、調理メイクか、みたいなのが出ないと、話題にすらしないっていうさ。そんな白状な奴らが、こうね、好きだ、なんだっ、つって,て。だから水星の魔女がもうそうかもしれないんですよ。ね、水星の魔女10話。えー、お話がやっと動き始めた。 今までもうなんか慣れ合いの、慣れ合いのこう学園ドラマみたいなのだったのに、あ,あれですよ、なんかガンダム、ルブリス、イーブルなんとかとかいうガンダムが出てきて、ね、これ、これからなんかテロリストの活動を行うみたいなところまで来ててさあ、ね、あなたたちは言うことを聞きなさいよっつって、なんか地球人のテロリストみたいなのは急に出てくるっていうさ、 なんだそれって思いましたけど。まあ、10話ですからね。ワンシーズン終わるまであと2話しかないんだから。いやこ,このまんま、このまんま慣れ合いで終わんのかなと思ってたんで、ちょっといいぞいいぞと思いながら。デギンズ相当暗殺指令みたいなのになってるね、えー。でもこの水星の魔女も、あと2週間放送、あ、2週間じゃない、お休みもいただいて来年に、 えー、こうね、食い込むらしいんだけど、最後の放送になった後に、水星の魔女はお休みをいただくわけですよね。半年間ね。えー、だから半年 ?4 ヶ月しかお休みもらえないの。どっちも、ね。まあそんなんでさ、あの、その休んでる間は多分、その、何にも情報が出てこないだろうから、出すのかな ウェブで読み物として、ちょっとずつ、その第2期に至るまでのストーリーとかをちょいちょい出しにしたりとかしながら、話題性をつないでいくかもしれないんですけど、その、今みたいな水星の魔女ブームというかね、その一つの、ムーブメントとしての水星の魔女は、一旦終わりを迎えるわけですよ。大騒ぎしてる人たちは、だから、 大騒ぎする種がないと大騒ぎできないっていうさ。なんか僕その辺がね、好きだったらずっと応援してたりとかすりゃいいのにっていうのがあるんだけど。なんかその時だけでそれっぽいことを言ったりとかする人たちを僕は信用できないですよね。まあ僕はもともと水星の魔女がゼロが0話だけ面白いって言って、<laughs> 惰性で見てるだけの人ですから。あれなんですけど。 あなんかね、キャラクターの紹介がようやっと終わってあの金髪の人がね、クーデターを起こすっ,つってさ、視野が狭いんでしょ、この金髪の人はと思いながらさ。まあそういう人が問題を起こしていくんだなと思いながらさー、うんなん。なんか、まあでもどの人も生き残ってほしいわけじゃない。むしろ、水星の魔女と言われるスレッタ・マーキュリーという人の、なんだろうね、内情というかさ、 8話まで見て、あの人のキャラクターが、言いてもい、ま、いなくてもいい。ただ、ただ、ただ、その、ガンダムの操作が上手いだけで、あとは何にも魅力のないさ、純、う、真、ん、田舎者みたいなさ、うん、立ち位置でさ、何の説明もないまんま、じゃあ、2話か3話で話を動かしてもいいんじゃねえのっていうふうに。 思う感じ。だけど、今の人は、学園ものが見たいから、そっちに振るっていう判断は間違ってなかったってことでもあるんだろうなと思うんだけど、まあ気に入らないね。<laughs> ついてるファンも含めて気に入らないね。ガンダムのデザインだけ大好きですっていう、そういうか話ではありました。でも、10話は見れてよかったですよ。でででん、でででん、つって。でででん、でででん、つって。まあ、そんな感じで、教えてもらった。 話で、いろいろ楽しませてはいただいております。ありがとうございます。というわけで今日の本編、中条清司ディナーショーの、えー、開催日を覚えてらっしゃる方はいますか国会で <laughs> あの、参議院の会議場で自分の、C ね、CD の宣伝と最後のディナーショーだっつってさ、皆さんぜひ来てくださいっつう。 会議に何の関係もないことを急に言って、それが、けしからんつって、えー、炎上して、だから、そ、その分、広告もされたんでしょうけど、えー、この、中条清ナーションっていうのは、どうすか面白かったですかああ、なるほど。そんなに、国会で、あのー、宣伝するほど面白かったですかうのですね。まあ、なんか思いましたね、今日は。ああ、そうだ、12月は中条清の、あの中条清の、 ディナーショーがあるっつって。だこんなのに見に行くやつはほんと気が狂ってんなと思うんだけど、その前にまず国会議員に当選させたやつが気が狂ってんなとも思ったりとかするんで。いやー、国会にバカは送り込まれるなと思って、行くいな気聞こらないから。あ,あの <laughs> すごいよね。私は区屈ですっていうような人がさ、言われたことはやりますっていうような人も。 いや、送り込まれてて。まあでもそれもしょうがないかと思うんですよ。だって今、ね、日本の長である総理大臣がもうダメなんだから。あ <laughs> のすごいよね、いろいろ。その、なんか世の中が悪くなる方というか、まあ自民党が強くなるようになるように、えー、やらなければということで、あの人がね、 今までなあなあでやってきたことをね、決めますという決定権の人ではあるけど、ひどいね。嫌われようがひどいななって。あの人に比べたら中条清は可愛いのかもしれないと思うんですけど、いやー、すごいね。国会議員にバカが、バカがもう、ね、中条清でしょ生稲晃子でしょで、ガーシーっていう人がいるんでしょ すごいね。不登校のガーシーはすごいね。<laughs> いや、こなんか国のシステムで遊んでて、実際、その遊ばせる隙間を今ついて、NHK をぶっ潰せのね、なんとか党っていうところがやってたりするけど、あれだから、こういう風な隙間がありますよっていうことを提示すると、その隙間を埋めようとしてまた、 その法律が変わったりとかするわけですよ。うん、ね。その、新興宗教の、あの、2世信者が、かわいそうだっつって、なんか法案成立したとかもそうだけどさ。なんか、その、アホが、アホが対処できないことを国に対処を求めた結果、いらない法律ができるっていうことだよなと思ってさ。人間なんでそんなに判断ができないんだろうとか思ったりとかするから、 まあでもしょうがないか。サッカーでわーってなるバカがいっぱいいるってことは、宗教に引っかかるバカがこんだけいますよってことの証明ではあるので、自分で何にも考えられない人がいるんだよってことではあるので、それ自分で考えられない人が、中条清しディナーショーっつって、<laughs> 何日にやるかわかんねえけど、どうなんですかね、チケットは全部売れたんですかね、中条清しさんと思って。いやー、だから人生晩年で、 その、集体を晒す。でもその集体も多分中条清も死んだら忘れてもらえるというか、あの時あんないい俳優はいなかったとかさ、歌手はいなかったっつって、中条清のこと言われんだろうなと思ってさ。僕なんかは、中条清といえば必殺仕事人ですよ。ね、仕事人の人、あの、シャミンのゲノムを使ってさ、あの、殺す人をこう、 シャミの弦でビーンってつって殺す人なんだけどさ。なんで江戸時代にライダーグローブがあるんだよ、みたいな、あの、人なんだけど、昔好きだったんだよね。まあでも、好きな順番で言うと僕はやっぱ、あの、組紐屋の人。おい組紐屋、組紐屋、マサだっけ、鉄だっけ。鉄は違う。鉄は骨を抜く人だから。えっと、京本正彦がやってて、 あれ、マサはかんざし屋か、花屋なんだよ。で、組紐屋がいるんだけど、組紐屋の名前が思い出せません。すいません。あれ、あれが一番好きで。で、二番目が、その、あれですよ、新仮面ライダーの、ー人ね。ま、それがマサなんだけど。んで、三番目ぐらいにね、あの、 中条きよしが好きだったんですよね。殺し方は中条きよしと一緒なんですよ。あの、組品もやがね。あでもなと思ってさ、晩年にそうやって国会出て CD の宣伝をするせこいおっさんになってしまったと思ってさ、だから今、必殺仕事人の再放送とかね、あとインターネットの時代劇チャンネルとかでこう見れるわけですけど、もう見れなくなっちゃうね。 ば、だから、その、再放送で見たこの人は、覚醒剤で問題になった人なんだなとかさ、その、だからその、仕事人でね、あの、仕事したり正義の味方ぶってるけど、そ、その人が、ね、あの、国会でこの人は、その、自分の曲の宣伝した人なんだなって思って見ちゃうわけ。ああ、と思って。だから、 作品そのものの、そう、その撮影をした時代の時はそんなことはないわけだけど、うん、その何十年後かにこの人はこういうことすんだよなとかさあ、ねあの、トイレの中で不倫するんだよなっていうのをさ、再放送見て思うみたいなさ。な <laughs> らね、そんなのちょっと思いまして。そんなのはもう地獄の日々だと。中条清司 D 難所なんか。 地獄だぞなんていうふうに思う感じね。もう日本はダメになった。<laughs> っていうか、こんな人を国会に送り出してる時点でアウトだろうと。何か私悪いことしたんですかここでは言っていいんですかみたいなさ。バカなのその判断もできないまま国会議員なんかなったの、うん、どうどうまあ慣れたんだから、慣れて今もなってるし、組になってないし。 都合が悪い尻尾切りをされない限りは、ね、CD の宣伝したって怒られないんだから。バカだね、と思ったりとかしますね。なんか、その、70歳まで生きてさ、そのウィキペディア調べて70歳だったんだけどさ。なんかしゅ、まあ、それでも集体さらしても自分どころの懐にお金入ってくりゃいいってさ、それこそ仕事人で殺される側の人だろうと思ったりとかして。<laughs> バカな。 バカな殿様役だろうと思って。今こそジャニーズ事務所はですよ、中条清を殺され役の殿様などの CD を売る殿様として出してですよ、それをジャニーズの仕事人が殺すみたいなドラマでも作ればいいんだと思って、とかいたしました。僕、ジャニーズの仕事人嫌いなんですけど、あなんかね、そんな風に思いましたね。はぁ、あ、嫌だ、嫌な感じですよ。 だから、ねそうね仕事人で言うと中村モンド役の人も借金生活がすごかったとかさ、ね死、死んでよかったみたいな、ね死んでこの人は名優だったみたいな話をするけど、なんか、やっぱ晩年になんかやらかすって一番、老人になってやらかすことの恥ずかしさ、その10代20代だったらまだっていうさ、子供だからとかさ、若いからっていうのがあるけど、 やっぱり、いい年になってっていうのは、その、恥ずかしいね。その、自動車で事故を起こす人もそうだし、あの、不審火で火事で死んじゃう人とかもそうだし、あれが50、60、果ては80みたいな人がさ、その、ニュースに出たりすることの恥ずかしさというか、うんまあ、ね、そ、その年になるまで、えー、なってもなお、世の中には、 その、何かを惑わすものがあったりとかね、するからね、とは思うんだけど。えまあそんな中でだ、国の中でだが、一番偉いとされてるような国の長にな,なってまでバカを演じきる、演じて小銭が欲しいっていうのは、なんとも寂しいなと思ってさ、そんな寂しいね、 歌手人生最後のディナーショーつって来年もやるんだろうなと思いながらさ <laughs>、最後の最後のつって閉店セールでの <laughs> いつもの嘘みたいなのをやるんだろうなと。<laughs> ああ、なんかなと思ったりといたします。ほんで、この人が70歳ですよ。ほんで、ね、ね、そもう今日はに、ね、役者が死んだり、 そのアニメの歌を歌う人が死んだりとかしたわけですけど、その人らが死んだのが74歳。あと、ガジローさん78歳ですよ。だから中条清は、あれですよ、ね、一郎の年に死んだとしてもさ、あと4年生きるんだ、この馬鹿と思ってさ、早く死ねよと思ったりとかして、えー、い,いずれ人は死ぬから、 あの、いずれ死ねばいいね。なるべく早くいずれ死んでくれたらいいなと思いますけど、僕は別に殺す気もないし。あとなんだっけ。宮台真司が、ほら、殺害、殺害、えー、予備軍じゃなくて、ね、めった雑誌にされて、でも僕は大丈夫ですっつって包帯だらけで出てきて、そらあの人はもうずっと言論で変なこと言ってくから、あのー、そゃ刺さるもするわ、と思ったんだけど、 それの捜査が、えっ、ー、と、なんか、そのね、犯人が逃走してたのがビデオカメラに映ってたとかってってさ,さ、その走ってる姿を公開しますとかって、今はと思ったりとかするんだよね。えー、まあなんかいろいろ都合があるんでしょうけど、今と思ったりとかいたしましたな。何に気を使ってたんだかなと思ったりとかする。 死んでも良さげな人が死なないし、死んで欲しくない人があ死んだりとかもあるし。で、それによって、えー、悲しむ人たちがやっぱりこう、インターネット上にたくさんいるっていうのが不思議で。だって、その、死んだ人だってその、今日今死んだわけじゃなくて、3日4日前に7日だっけ一郎さんが死んだのは。なのに、 今知って、ショックで、えー、すって言ってあもう。いつかも終わったら、今は冬だからあんまり死体も腐らんけどさあ、そろそろウジが湧き始める頃ですよっていうのもあるので、まあもう仮想はされてると思いますけどね。なんかそれはいつも思う。で、それと同じように僕も何日か前にそのマジンガー Z の番組を見ましたと。 あいう話をしたのでね、長生きしてほしいですね、って言った時にはもう死んでたのかもしれないな、というふうに思ったりとかするんであ。まあそういうことですよ、と思ったりとかした。結局あの、水木一郎っていう人が最後にやったのは、あれだ、ゼルダの伝説でダイヤモンド999個集めたっていうさ、<laughs> ああね、あれだな、と思って ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編にも PR で出てほしかったですけどね。間に合わなかったですね、えー。なんていうことを思ったりいたしました。この3月の太郎って何の話だろうな太郎多分死んだ人だと思う。ああああ、死が来たろうね。志が来たろ3月に死んでたんだけど、発表が12月になった。 嫁さんが現実に受け入れられないから、12月になったっていうのが <laughs>、えー。石垣太郎もな、いい俳優というか、わざとらしい俳優というか。ああ、そうだ水木一郎の話をちょっとしたい。まあ、レジェンドアニメソングの人としてもあったけどさ、20年前にダウンタウンの笑いのになってたっていうのもさ、あってさ、 あれはなんか僕は見てて心が痛い痛したから、見てらんねえなと思って。だから最後までは見ない。なんでこのお笑いのダウンタウンって人は他人を笑い物にして、その真面目に生きてる人というか、ある一定のジャンルに特化した人をさ、呼んできてさ。で、自分たちも昔見てたであろうアニメソングを歌ってる人をさ、 ね、真っ赤な服着て出てきて、そのみんなが、子供が喜ぶであろう、その所作をさ、ずっとステージでやってきた人に対してさ、ゲラゲラ笑うっていうのを、ね。それでいて今、あの人たちは、笑われる立場にだけは絶対なりたくないって言って、保守的なことをやってるわけでしょって、ね。その、ダウンタウンさんってやってきて、その、 ね、尊敬してますっていう人だけを周りに配置してさ、裸の王様になってるっていう状態でさ、ね、ね、その、それで今新しい世代の人がダウンタウン面白くねえとかっていうことをさ、やりもしないしさ、あのー、ね、その、ダウンタウンを相手に笑いのにするっていうことにチャレンジする人が誰もいないっていうのは本当ひどいなと思ったりとかさ。 濱、ね、田なんかダウンタウンの浜田雅利なんかあれですよ宮台真司みたいにこうボコボコにやられりゃいいんですよって思うんですけどねっていうふうに思うんだけど、えー、どうにもそうにもならないらしいねと思っただからそういう意味では水木一郎は晩年う尊敬する人とあと笑いのにする人の狭間に立ちながらう、まあ、忘れられない、えー、っていうのが。 芸,芸能人にとっては大事なんだろうから、露出し続けたってことはそうなんだろうけど、あーなんて思います。あ、そうだ、佐々木さんはまだ生きてますね。まあ、そんなふうに思った次第でありました。もうとにかくな、もう中条清がもうこの世からいなくなってくれたら、僕はそう、それで地獄からの解放になるな、なんていうふうに思います。61歳で死ぬ人もいれば、78で死ぬ人もいる。 10ヶ月も死んだことを秘匿された人もいるしさ。3歳で死んだ人とかもいるしさ。まあ、そんな感じです、えー。思うこととしては別に僕はその死ぬ前に誰かをそ,そんなに死んでから惜しい人なくしたっつうんだったらさ、後悔しないように、あの、愛し続ければいいんですよっていつも思うから、あの、ね。 みんなそれができないんでしょうね。後悔しないように愛し続けられるわけはどうせないから、あーそこそこの自分のやれるそ,そこそこの愛し方をして、いざ死んだ時に惜しい人を亡くしたっていうふうに言うというね。だから、もうそうなるように、そう、惜しい人を亡くしたっていうために、その人をその自分のバロメーターで、 こ,ここがちょうどいい愛し方だっていう。死んでから惜しい人を亡くしたっていうふうに言うための生き方と愛し方をしてるだけの人で、俺は十分この人に愛情を注いだし、うんもう全身全霊で好きだったから、もう,う、もういいっていうふうにならないんだなって思ったりとかしてね。だからその辺がね、僕がまあ、人死んだ時に、 周りの人と合わせられないというか、周りの人のその考えが、あのなんだろうね、ロジックで誰かが死んだ、悲しいっていうのでう、もうそのモードに入っちゃうとさ、モニに服すモードに入っちゃうとさあの、そうじゃない考え方とかを受け付けない向こうの考えとかが嫌だったりとかするのね。まあ、とにかく関わり合いだ。 お前は本当にそれ、その人が本当に好きだったんですかってで、本当に好きだったんだったらとか、ね、もっとお近づきになりたいんだったらさ、いろいろ生きてるうちにやれることもあっただろうよって思うわけですよ。ね、ファンの集いとして本人を呼ぶ主催者としてさ、何かやろうとかさ、うん、ね、いろいろあったはずなのに、何もしない人が、 惜しい人を亡くしたっていう言葉だけのことを言うのってやっぱどうかなっなんていうふうに思います <noise> まあそんな感じですで、えー、今年の一文字は最後の話にしようかな「えー、神谷秀樹がニュースになってた」っって これがですね、ベヨネッタ。バイオハザードからな、狼オオ、えー、それから、なんだっけ、あの、下ベロ出しながら戦うスーパーヒーロー,ー。クイックマンじゃなくて、まあなんだっけ、ラストアクションヒーローじゃない、<laughs> とうな、なんと言ったら、思い出せないぞ。あ、ビューティフルジョーダ。 今、カンニングしました。ビューティフルジョーとか。とにかく出すゲーム、出すゲーム。とにかく、いいゲームしか出さない。で、この人が出した打作っつうと、まあ、ベヨネッタもダサ作なんだろうけど、アストラルチェイ。なり物入りでね、えー、ほぼ論チ的なところで出たやつで、僕も遊びましたけど、なんだこのクソゲーっていうさ、<laughs> ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスみたいなゲームシステムで、つまんねえことやってんなと思ってさ、せっかくカツラマサカズを呼んでさ、ね、見た目がいいゲームにしたにもかかわらずさ、中身が全然面白くないっていうさ、アストラルチェーンがさ、あってさ、これ,これ,これを、こういうつまんないゲームを作る人ですよ。これが炎上してるっていうので。 なんかね、任天堂からメールをもらったらしいんだ。で、そのもら、任天堂からメールをもらったことを SNS で暴露したっていうので、えー、プチ炎上してるみたいですあ。僕もあんまりこの人の人間性とか知らないので、なんなんですけど、なんか、あなんだっけあ、と、とにかく、その、自分と意見の合わない人は、めちゃめちゃにこう、 叩くし、口は、口は悪いというか、うん、語彙力がないから、中二病の、あの、おかしな人みたいになってるんだって、SNS で、うん。いやー、この人が51歳なんだって、うんえー、中条清よりもね、19歳年下なんだけど、やっぱバカはバカで本音は変わんねえんだよ。ただ、このバカの作るゲームがビューティフルだったりするんだなと思ったりかして。 ああビューティフルジョーを作った人が、なるほど、こうね、と思ったりとかするんです。でも、やっぱ、バイオハザードもこの人が企画で関わってたりとかする。でも、バイオハザードで有名な人って、もうちょっと顔を重長の人だった記憶があるんだけど。で、今、プラチナゲームズの副社長で。 なんかでも炎上されてる。で、その内容が、メールの内容的には、そのベヨネッタのエピソード0みたいな話が出るから、そのキャンペーンの時に余計なこと言うなよっていうのを、任天堂に釘刺されたのが気に入らねえっつって、俺は俺でプラチナゲームで好きなことをやるんだ、みたいな立ち位置で、 傍若無人に立ち回ってる、いい年をした51歳という年、年にもかかわらず、その、なんだろうね、たまたまそのポストに入れてるだけなんじゃないかなって思ったりとかする、この神谷秀樹っていう人がですね、今日は生きてるんですけどね、この人はね、気になりましたね。なんだろうな。で、この人のゲームを考えた時にさ、意外にその、チューニングと時代性と、あとは、 まあ時代性だろうね。この、この人、神谷さんの作るゲームってさ、僕の、僕の解釈で言うと、そんなに難しいゲームを作らない人。だから、ワンアイディアで狼というゲームでは文字を書くというね、ウィ i i のコントローラー使って漢字を書くっていう、うことを、こうね、ゲームに昇華させた人であるし、ビューティフルジョーもその、 そのアクションゲームにおける演出でスーパーヒーロータイムでスローモーション演出っていうものを持ち込んだとか、デビルメイクライとかね。あの、でもどのゲームも振り返ると、そんなに劇的に難しいゲームではない。 昨日バルケンでめちゃめちゃ苦労したメンマさんだってクリアできるゲームなわけだから、難しい設定にしないんだよね。特にゲームフィールドのギミックはそんなにないの。この人は敵の動き方とか配置とかでちょっと難しそうになるけど、そのゲームのギミック、背景の ギミックに関してはほとんど無頓着な人でその、ゲームシステムの面で言うと、そんなに設計者として優れた能力を持ってない人だと僕は思うんですよ。でも、それが 3D ゲームの夜明け的な作品、バイオハザードもそうだけどその、みんなが慣れないステージで複雑なゲーム性を要求してくる。ね、背後から誰かが襲ってくるとかさ。 そういうことをさ、その、させちゃうと、ゲーム、そのゲーム離れ起こしちゃうから、うん、とっつきやすいゲームを作るっていう意味では、やっぱり、この神谷さんっていうのは、その、時代に恵まれてたというかさ、みんなが不慣れなところにおいて、一番わかりやすいものを提示してきたゲームディレクターではあるんだろうなと思うんですよ。だけど、面白くないと僕はやっぱ思ってしまう。いや、僕もだから、ビューティフルジョーとかね、 えー、いいゲームだななんて思って遊んでましたけど、そのいいゲームだっていうのは遊びやすいっていうことであって、そのゲームの中でどんだけその革新的なことをしてるかっていうと、対して、その昔あったゲームにエッセンスとしてさ、その故障の人振り的なアイディアを入れ、入れるだけ、その入れるだけも他のゲームディレクターはできないんだけど、あーであるので、その、この人の土壌っていうのは、 そのゲームクリエイターとしてその発表する場所があります。ニンテンドならニンテンドっていうゲームがあって、そのソフトの一つとしてそのピリッと辛い料理を出す人という立ち位置なわけですよ。で、その立ち位置なだけの人なのに傍若無人ぶりを発揮して、ね、俺は責任者じゃないし、社長じゃない副社長だから。あーね 社長よりは自由な発言ができるって自分で思ってるっていう。そこがさ、だゲーム業界から干されたらどうするいや、もうスティームという売る場所があるから別に会社、プラチナゲーム自体は困りませんよって。だけどプラチナゲームが作ったゲームって今までで面白いやつあったかったらしょ。グラフ、見た目だけはすげえこう、張ったりかましてくるけど、蓋開けてみると全然、何メタルギアのあのライジンのゲームとかいう感じのさ。 遊べば遊ぶほど嫌いになるゲーム会社だなと僕は思うんだけど、いやーなんかね、この、こういうタイプの人を見ると、その、なんでゲーム業界が成熟したのかとかさ、その、分かってないというか、いや、分かってないんだろうなと思うんだけど、遊んでもらうために、あの、渾身の努力をするわけだ。 本当は悪い人だけど、いい人のふりをしてゲーム遊びませんかつって、家族で遊べますよとかさ、あの、ゴルフ楽しいですよとかさ、あいうふうにして、いい人のふりをして売ってきた土壌の上に立って悪ぶってるわけですよ。それが許しがたいんだな、なんていうふうに思いましたね。ああの一から自分で、その、自分たちの作ったゲームを遊んでくれる、その、 人たちを見つけてさ、一生懸命営業をかけるってことをせずに、あの、これやったら面白いんじゃねえのっていう、だから、出来上がった渋谷の街で、ね、渋谷のコンクリートを敷いた人は、その人じゃないわけですよ。神屋さんじゃないわけですよ。あーどこかの誰かが、その、暮らしやすいように整備した渋谷の街をですよ。リニューアルした渋谷の街をさ、ただ、ね、そこに来れるから、 お金があれば遊べるから。で、そこに行けば、ね、いろんないい思いができるかもしれないって、来てるだけのアホな人たち。だ渋谷を荒らす人たちと、この神谷さんは一緒だっていうふうに僕は思ってしまったね。えー、ね、そんなに傍若無人をするんだったら自分で、自分のブランド、だプラチナゲームズというゲームブランドじゃなくてですよ。 自分自身の力で新しいゲームの土壌っていうのを開拓してけよって思うわけ。自分でスティームという場所を作れよとか、自分でニンテンドーブランドのねス、スイッチのゲームブランドであるとか、ソニーのゲームブランドであるとかっていう、そこを作ってけよって思うんですよ。自分のやりたいことが。そこで王様になる分には全然構わないですよ。だけど、この人の王様は渋谷というね、 街の上でチーマーをやってて、で、そのチーマーのリーダーだっつって一チームのね、5人から10人のね、お、お山の大将をやってるだけのやつなんですよ。それが許し難いな、思ったりとか。で、余計なこと言うなよっていうことに対して、俺が好きにやれで、っていうふうに切れてる。これがまだ駆け出しの24とか28ぐらいだったらさ、そは若いからなって思うけど、 51になってはどうなのというのを、その、ベイオネッタの、この、スーパーバイザー、ー神谷秀樹さんの、諸行というのでねでも、まあ、ほぼほぼ同年代だけど、ね、でもこ、この人を成功者って言っちゃうのもどうかななんていうのも思ったりとか、ます。まあ、この人に比べれば僕まともだな、なんていうふうにも <laughs> 思いましたけど、 みんなからすると僕の方がまともじゃないかもしれない。申し訳ない。というわけで今日最後の話です。今年の一文字、戦となったそうです。まあ3月から始まったウクライナ情勢であるとか、まあね、戦わなければ生きていけないということだったりとか。 うーんまあいろんな紛争に対しての今年の一文字は戦。あとは戦っていかなければいけないとか。まあいろんな意味はつきますけれども。あ物々しい時代に入っていくななんていうふうに思います。僕は終戦してから100年戦争しない国だったらもう101年後目から武器持ったっていいだろうっていうふうには言ってんだけど。うんそれも叶わないんだろうなと思ってさ。 あ日本は着々と、その、いつ戦争とか侵略行為に対しても対応できるようにという名目でね、えーあ。それはあくまで名目であってさあの。本当の目的はそっちではないわけですよああの。今ちょっと気な臭くなってるっていうのがあるんでね。で、それにサッカーとか、そのイベントとか、クリスマスで浮かれる日本人なんていうのは、 騙されるだけの人たちなんだから。その人たちはその、自分が住んでるところが当たり前に平和って思ってるから、うん、それ以上のことを考えない。自分の不利になること、不幸になること、税金増やされることとかにしか起こらないわけで、あのそんな単純な人ってさ、僕、生かしてる意味ないんじゃないかなって常々思うんだよね。あの今日もさ、 全然関係ない話で。自 <laughs>、自販機の横にゴミ捨てるところっていうのが僕の近所にあってね。あの、そこにね、自販機の横に缶コーヒー置いてく人がいるんですよ。あれさ、なんで置くのかなって思うの。誰かが片付、僕も片付けるけど、その、ね、あったら片付けちゃう。もうね、決めたのだから、その、自販機の横になんかあるの。 こ、毎週金曜日に僕は片付けようと思ってああの。金曜日にね、家帰ってくるついでだったら、その自販機の横に、あ缶コーヒーのね、缶があったりとかしたら、それはもう家に持って帰って、代わりに捨てようっていうふうに思ってんだけど、あの、まず捨てるやつがさ、そ、その自販機で物飲む人はさ、あの、 なんでそこに捨てんだろうって思うんだよね。持って帰れよって思うわけ。あの、もしくはちゃんとゴミ箱があるところに捨てろよって思ったりとかするわけ。だけど、それをしないで責任を放棄するわけですよ。の、飲み物を飲みたいという要求とその対価としてそこに百何十円払ってさ、の、飲んだもので、飲み終わったその殻の缶は用がないからそこに捨てちゃうわけですよ。その人は、 どんな生活してんだろうとかさ、その人には嫁さんとか子供はいるんだろうかとかさ、介護で大変な人なんだろうか、もしくは人生の成功者でさ、あの、人,人生の成功者が自販機のコーヒー飲んでそこに、その場にコーヒーを置くのもバーじゃねえのって思ったりはするんだけど、なんだろうね、どんな生活してんのかなとかさ、ね、そ,それで私はまともでございっつってさ、 生きていられてんのかなって思ったりとかするわけ。えー、何の話あ、戦の話ね。だから、だからさ、そんな人が生きてる中でさ、このきな臭い世の中に入っていく今年の一文字が戦だっつうんだからさ、もうなんか、しょうがないよねって思ったりとかしました。まあでもこの、この時期はどうしたって、そういう年末でね、こんなことやったりとか、紅白歌合戦とか、 M1 グランプリとかあ、いろんなのがあるから。で、でもそれらも全部お祭りなわけでさ、なんかもうちょっとみんなが考えて生きていけばいいんじゃないかなと思ったりとかするよ。なんで考えないの,あの <laughs> 考えないんだろうねと思ったりとかするよ。いやだから僕は本当にいろんな人と話が合わないな、つうのはそうだったりしますね。どうせみんな考えてないんだから。 で、僕が考えたことを話すのもバカバカしいから。だって、向こうに通じない話であったりとかさ。なんだろうね。僕が考えたアイディアなのに、僕が喋って伝えた時点でさ、その、自分のアイディアだなと思い込んじゃう人がいるからさ、それも嫌なんだよね。だから、その、僕が出した提案したものに対してさ、 ねえ、いろんな角度からさ、これ,それは違う、これは違うと言うんだったらまだ分かんないけどさで。そんなことないんだよ。だいたい僕が言って2ヶ月後ぐらいに似たようなこと喋ってたよ。パ って思ったりとかするので、えー、まあ、たまたまそういう風に見かけたタイミングかもしんないしね。僕は僕で自分の考えだって思ってるものをね、どっかで勉強したものをさ、ね、勉強したこと忘れて自分で思いついたかのように話してるかもしれないんであれなんだけどー、もうこの今年の一文字、戦ってやつを受け入れた 人からバカなんだろうな、なんていう風に思ったりいたしました。だからつって、夢みたいな感じとかさ、希望を持てるような感じとかにしてもしょうがないから、別にいいんだけど、いいんだけどね、っていう風な、そんな感じです。<laughs> 好きにしろとは思うけど、なんか、バカだな、ってやっぱ思ったりします。んで、1位が戦で、2位があ安全の案、円安の あ、で、3位が楽っていう感じで。なんで楽なんだろうなとは思ったりもしましたけど。楽しいとか楽っていう感じが3位だそうです。で、最後が円、ドル高の高、ね。意味わかんないと思ってさ。この感じ考える人たちバカだろうってやっぱ思っちゃったりするんで。何のひねりもないというかさ。かひねらないんだったら別にお寺で書く意味もねえんじゃねえのと思ったりとかするから。 バカバカしいってまあ、流行語対象みたいなもんだよなと思ったりもするので。なぜこれを、その、取り上げて今年の一文字なんていうことをさ、こ,この10年とかやってんのかなと思ったりとか、くだらねえなと思ったりそ。そんな昔なかったんだから。急に、いつからかこうね、年末の恒例のこれみたいなのになってるけど、そんな、ね、これを恒例に、 高齢の授業だってしてることに疑問を持てよって話なんで。ね、今年の漢字一文字がこれになったからって何が、何が変わるんですかっていうね,ね。何様のつもりで今年の一文字を言ってるんですかって話なんで。で、そんなんだったら天皇陛下に決めてもらえよ。毎年。あの、あ仕事一個増やしてすいません天皇陛下。今年の一文字を。 もう僕が文句言わないためには、天皇陛下が決めたって言えば、もうそれで、それなんで、ね、どっかの寺の王将があれ、なんか習字書いたから、何がや面白いんだよと思ったりとかするんでね。まあ、そんな感じであります。<laughs> 今日はちょっと不満げの雑談配信でしたけど。まあ、こういった人たちとか、流行にあんまり関わらずに、やっぱり生きていけるのが一番いいかなと思います。 なぜなら、この流行の流れに乗ったところで何もいいことがないからです。えー、僕みたいな性格の人は、この、ね、流行ったからこれを覚えておこうとか、今年の服はこれを着ておこうとか、ああいうのは、本当や,やればやるほど自分が苦しくなるんで、やってる意味を見失うからさ、僕は。すぐに。あなんこんなことしてんのかな、とかさ。 ね、男と女が付き合わなきゃいけないからデートしなきゃいけないってなんだろうっていうふうに思っちゃうからさあ、ね、付き合わなくてもいいんじゃねえのって思って付き合わないで10年生きてても何も困らないしさ、<laughs> 付き合ってる人たちの不幸そうな顔とか、ね、日々文句を持ってるこのバカみたいな女と付き合ってる、うんバカみたいな女と結婚したい、このこいつはバカだなってやっぱ思ったりとかしながら生きてるのでね。 あ、そんな感じかなと思ったりします。すいません。たまにこうやって悪態をついたり、ね、中条金洋舟は死ねばいいなんつうことを言ってしまったりしますけど。あ、えー、でも、まあ、ね、なんかね、須井金もボケ老人になっちゃうし、長生きだけしたってしょうがない。人生100年時代って言ったってさあと思う、でもこの先多分、皆さん、今30代とか40代の人は、 100歳まで生きられるような計算で多分人生設計されたりとかね、してると思うんですよね。100歳まで生きてどうすんのなんていうの無能だしさ、社会の役に立ってないんだから早く死ねばいいんじゃねえのっていうふうに僕は思ったりとかするので、うん。でも生きたいんでしょうからね、皆さんね。100歳までね。すごいなだ。だから今日は年齢をいろいろ普通に死ぬんだよ。肺がんで74歳とか。 78歳で。でも、なんか、バカはさ、バカはやっぱり、バカとか嫌われ者は長生きするんだね。70超えて、ディナーショーだっ,つって。バカじゃねえのっと思うんですけど。うんまあ、しょうがない。もう、新手のバカが51歳で出てんだから。<laughs> 新手のバカってすごいですね。新手のバカが8歳とか10歳じゃない。 いや、でも、新手のバカのその8歳か10歳みたいなのは、麦わら帽子かぶった YouTuber が言いましたね。まあ、バカはなくならないからね。でも、そのバカを生んでるのは便利な社会であって、うん、バカでも生きていけるとか、むしろ、バカであることでお金儲けてるっていう部分もあったりとか、それに協力してるこいつら何なんだろうなと思ったりもするんですけど、 Uh, まあ世の中そんなもんだから、しょうがないな、なんていうふうに思いました。うん、あせっかくの12月12日、ね、2がいっぱい並んでて、ね、面白い日なんだけど、しょうがないね、と思ってあのかしす, <laughs> すごいね、ミレニアムからもう22年で、もうちょっとで、ね、23年目に入るんですね。すごいですね、えー。というわけで今日の雑談は以上になります。えー、今日はこのまんまこの話を YouTube に上げます。 怒られるかもしれないですね、えー。終わります。お疲れちゃん。お疲れちゃあ、あの、こんな話は全部フィクションで、嘘で、あの、僕はこんなこと思ってないです。えー、僕は平和主義であ,ありますし、差別もしない人です。はャちゃんちゃん、終わりました。